KC さんからいいの出ますね。年の瀬にスナビーな CGK カスタム登場ということで CG75 のショーティーモデル。前切り詰めてるのかな？そしてなんかサイレンサー用のネジがちょっと出てて、あんまり見ない形ですよね。それで木繰りで、フレームの切り欠き下の部分もちょっと違うのかな？基本的には何ですかね、ファーストエディションではない普通の CG75 のカスタムっていう感じですかね。AT84 スナブヘッド32,780円。近年リクエストが多かった CG75 系のショーティーモデル。あ、そうなんですね。14ミリ逆ネジのコーンバレルやスキップドチェッカー風木栗。この前の何でしたっけ？トカレフのカスタムモデル、あれに似てる感じですかね。特製パーツを満載した水性クローンカスタムとして電撃登場。あ、そういう元だったのがあるんですね。市販のサイレンサーコンポなどを組み合わせて理想のスタイルを追求してください。いいんじゃないですかね。近日発売、年内出るのかな。スナブノーズっていうのを何かなってちょっと調べたら SNUB なんですね。ノーズは鼻でいいんですよね。団子鼻、低くて上を向いた鼻っていうのがスナブノーズっていうんですね。なんか、まあ、なんね、リボルバーとかでね、2インチとか、ああいうちょこんとしたやつのイメージだったんですけど、元はそういう団子っ鼻っていう意味なんですね。面白いですね。初めて知りました。というわけで、レビューは多分すると、どうなんだろうな、するのかな。またなんかね、ちょっといい感じですよね。また見てみるのが楽しみです。なんかここにとかもちょっとおしゃれになってたり、トリガーもね、シルバーでポリッシュド、いいですね。はい、というわけで KC さんの新製品、近日発売の CG75 のショーティーコンパクトなスナップヘッドカスタムについて紹介してみました。最後までお聴きいただきありがとうございました。